皆さんこんにちは。中津大学今月の講師を担当します琉球大学附属図書館の前田由紀です。前回までの第1回第2回の方では、そもそも琉球王国ってどういう国だったのかという話から、その次にこの琉球をじゃあ今度は近代の、日本が取り込んでいく、まあ、併合していくプロセス、まあ、いわゆる琉球処分について、お話をしてきました。で今回は、近代の、まあ、サトウキビの話をメインに、やろうかなと、思いますので、じゃあ早速あの資料の方お願いします。で近代沖縄の、まあ、サトウキビの歴史といいますか、まあ、沖縄のサトウキビの歴史を感じれるちょっとスポットを今回あの表紙に出してみたんですけど、あの三栄という沖縄の、まあ、地元スーパーですねがあるんですが、その三栄西原シティという西原町にあるあのショッピングモールの横にですね、青島記念小公園っていうのがあって、まあ、ここはもともと戦後です。戦前も西原に一応最初の 大型工場があったんですけど、まあ、戦後もこの今ショッピングモールになっている場所に青島工場があって、まあ、その歴史を伝えるスポットとしてこういった小さな公園がありますので、沖縄にお住まいの方はぜひ三栄西原シティ、まあ、通称我々西ティと呼んでますが、西ティにお越しの際は行っていただければなと。で県外にお住まいの方もぜひ沖縄を訪れた際には、こういった、まあ、近現代の沖縄のサトウキビの歴史を感じられるスポットとして、ここ行っていただければなというふうに思います。それでは早速今回の、講義に入っていきたいと思います。甘いけど苦い近代沖縄と黒糖というタイトルで、今回はまあ黒糖、まあ、サトウキビの、話をしつつ、まあ、最後はその沖縄の人々がじゃあなぜ、日本人化、まあ、同化の方へ向いていったのかっていう話の、まあ、経済的な、まあ、理由ですよね。ここについて少し話せればなというふうに思います。で前回前々回のおさらいは、まあ、さっきちょっと軽くしたのでじゃあここは飛ばします。でまず砂糖の話に入る前に、沖縄近現代史の、まあ、経済の特徴と言うと多分僕はここなのかなと、いわゆる依存経済の系譜というのがあるのかなというふうに思っています。例えば近代の、まあ、陶業、まあ、砂糖ですね。そして、戦後米軍統治期の基地経済、まあ、多くの労働人口を、まあ、基地とまたそれに付随する、経済が、まあ、取り込んでいったというのが、まあ、戦後米軍統治期の沖縄経済の特徴ではないかなと。で一方で日本への復帰後ですね、70年前の日本復帰以降はいわゆる観光業に、まあ、非常に依存した経済状態というのが、特にあの今度のコロナ流行によって、まあ、よりそれが明確になったんじゃないかなと思うわけですね。まあ、そういった中で昨今やはりその持続可能性とかサステナブルとかいう言葉がかなりこうあちこちで聞こえてくるわけですが、そういった持続可能な沖縄に果たしてどういうふうな経済に今後なっていったらいいのかというのを考えるときに、まあ、やっぱりこう歴史に遡って考えてみるっていうのも大事なのかなと。歴史に遡って考えたときにどう考えても近現代っていうのは何か一つの産業にこう依存した経済構造っていうのがやっぱりずっと続いてきている。でかつそれが不況の原因になっていたり、まあ、ずっと問題だって言われてるんだけれども、そこが解決されない状況っていうのがまあ見えてくるんじゃないかなというところで、まあ、今回私の話では近代の砂糖の話をしていこうかというふうに考えています。で近代の話をするんですが、そもそもいつ琉球列島にこのサトウキビが入ってきたのかというのが、大体15世紀頃に琉球に、まあ、中国大陸から伝播したというふうに言われています。やはりその気候的に南西諸島とそれからこのサトウキビとの相性が良かったというところも大きかったみたいです。で1600年代の初頭に、本格的な生産とそれから、オフによる専売制と移っていきます。で薩摩に侵攻されて以降は、対薩摩貿易の、まあ、主力輸出品といいますか、この黒糖を薩摩に、輸出し、そして、まあ、銀を薩摩から輸入してきて、そしてその銀を使って、中国と貿易を行うといったような経済構造に変わっていくわけですね。でこういった中で、まあ、2つちょっと専門的な用語を出しているんですが、まず1つが砂糖米代というのがよく資料に
大体これは近世末期から近代、まあ、主には近代の資料の中によく出てくるんですけど、があります。で、砂糖前代とは何かというと、要は製造前の黒糖、製造する見込みを借金の型にして借りた前借金のことですね。まあ、琉球に入ってきた、まあ、薩摩とか九州あたりの桐生商人たちから、沖縄の、まあ、砂糖農家の人たちっていうのは、事前にこう借金を借りて、借金をして、で、製造したら非常に安く買い叩かれて持ってかれるといったような状況が、大体近世の末期ぐらいから、近代にかけて、特に資料の中には出てくる状況が見えます。で、まあ、こういうふうに、砂糖で得た利益っていうのが、こういった借金によって、結局は外へ出ていってしまうというような状況が出てくるわけです。そしてもう一つは、干渉作付制限という言葉を挙げています。これはどういうことかというと、これは近世紀ですね、王府が設定していた、まあ、砂糖に関する法なんですけど、近世琉球王国時代の砂糖生産というのは、どんどん作れという話ではないんですね。まあ、やはり沖縄島とあと伊江島ぐらいだと思いますが、非常に限られた地域で、かつ限られた生産量を、はっきりとこう設定してあるわけですね。でもやはり作りすぎると、薩摩から税金としてもっとたくさん持ってかれるんじゃないかと、いったような、警戒心と、それから、砂糖を作りすぎてもこう人のお腹を満たすことはできないですよね。そういった中で、まあ、主食になるような芋とか、それから、まあ、休耕作物のソテツとか、こういったものを作る畑を圧迫してしまわないように、ある程度、こう、王府でコントロールしながら作っていたのが、近世紀の砂糖生産なんですね。で、沖縄島に限られてはいるんですけれど、じゃあ沖縄島以外の、地域ではどうだったのかという、例えば、宮古とか八重山だと、砂糖は作ってないんですが、まあ、布ですね。いわゆる宮古城府、八重山城府と言われるような布を作って、それを税金として厳しく取り立てて、で、首里に持ってきて、そしてさらにそれを薩摩へと運ぶと。これ面白いのが、面白いって言っちゃいけないですけど、八重山とか宮古で作った布をですね、薩摩を超えた瞬間、名前が薩摩城府に変わって、そしてそれが大阪市場に流れて、非常に高額で売買されていたといったような研究が最近出ているんですが、一般的にはこう沖縄島での砂糖で、宮古とか八重山での、布というふうな、まあ、収奪の仕組みというのが近世紀はあったと。で、一方でこれが、変わってくるのが近代に入ってからですね、琉球処分後の話ですが、沖縄県が設置されて以降、沖縄は休館温存の時代に入っていきます。休館温存期といって、大体日清戦争後ぐらいまで続くんですが、休館温存とは何かというと、王国時代の制度であるとか、慣習を基本的にはそのまま活用して、沖縄を統治しようと、まあ、いったような、統治の方法で、まあ、これは新たな、大和支配に対する、まあ、士族の抵抗運動を、まあ、懐柔しようといったような狙いであるとか、それから、まあ、琉球処分によって起きたこの政治的な変動に対する、まあ、民衆の動揺を最小限に抑えようといったような狙いで、行われたというふうに言われるんですが、まあ、そういう意味ではこの休館温存期というのは基本的に、近世社会のままこう続いていっているというのは印象なんですけど、ただ一方で教育であるとか医療衛生とか、こういった統治をする上で必要と思われた領域に関しては、近代的なもの、まあ、いわゆる日本的なものへと、改廃が繰り返されるといったような状況が見えてきます。で、この休館温存、沖縄だけではなくて、まあ、例えばその後の植民地支配される台湾であるとか、朝鮮でも、やはり統治の初期には、同じような状況というのが見えてきます。で、まあ、そういった休館温存という枠組みの中で、県当局が、まあ、産業振興として、まあ、目をつけたのが東業だったわけです。まあ、これはやはり当時の日本は、砂糖に関しては海外からの輸入にかなり依存していた状況というのが大きく影響していたと。で、さらにこの休館の枠組みの中で、進めれる産業としてこの東業に白羽の矢が立ったと思います。で、そういった中で、まあ、県主導で、東業振興とか進んでいきます。例えばそれまでその先ほどの干渉作付制限の中で、設定されていた地域ではなかった久米島で、県の指導による開墾とサトウキビ栽培が行われていたり、それから実はここが多分一番大きいと思うんですが、
1888年に干渉作付制限が解除されています。要はそれまで限られた地域、限られた量の生産だったものが、解禁されるわけですね。でそれに伴ってそれまで、砂糖を作っていなかった都とか八重山でも、砂糖きび栽培が始まるようになります。でこういった県主導のもとに、砂糖きびは、まあ、東京は沖縄の基幹産業化していくわけですが、まあ、一方で、生活品とかそれから食料を県外からの輸入に依存する状況であるとか、それからそもそも砂糖をどんどんみんなが作ることによって、自分たちが食べる分の芋とかこういった食料を、作る分が不足しているといったような記録も、出てきています。でこういった形で、近代沖縄の基幹産業化していく砂糖なんですが、1890年代に状況が大きく変わっていきます。で近代沖縄の糖業の特徴というのは、農耕未分離というふうにこれまで言われてきました。農耕未分離はどういうことかというと、要は生産者、サトウキビを育てる生産者がそのまま生糖まで行うような、まあ、いわゆる金銭的な非常に零細な、経営というか生産体制のまま、近代を迎え、そして近代も基本的にこの体制が続いていくといったような状況ですね。いわゆるその原材料を作って、それを大型工場に持ってきて、加工してというような、まあ、近代資本主義的な生産の在り方への転換というのが非常に遅れたというのが、近代沖縄糖業の特徴の一つかなと。と次のページに、まあ、一つ写真を持ってきているんですが、これもまたおなじみの琉球大学附属図書館のブール文庫という、貴重資料コレクションに入っている写真なんですが、琉球の村の製糖場ということで、いわゆるサーターヤーと言われるような、まあ、施設といいますか、砂糖の製造場所みたいなものが各村にこうあるわけですね。でこの真ん中のこれは、まあ、車になっていて、でこのこれは、まあ、これは馬ですね。馬とか牛とかこう回って引くことによって、サトウキビを絞って、でそして絞った、サトウキビの汁をこういった隣の、家屋の中で、煮て、黒糖を作ると。で、まあ、作った黒糖を外へ出していくといったような形になるんですが、こういったサーターヤーと言われる、まあ、場所が、まあ、各村々にこうたくさんあったようです。でこういった中で、まあ、非常に零細な生産が行われていたと。で一方で1895年頃ですね、日本国内の砂糖をめぐる状況が大きく変化します。まず一つ大きな要因変化というのが、原料糖を輸入して、そして国内の工場で精製する方法へと、まあ、変化していくと。でこの時に原料糖と言われる砂糖、何かというと分蜜糖という、生産した砂糖を加工して原料糖を作って、そしてそれを国内の工場に持ってって、精製して、商品として売るといったような形ですね。一方で沖縄で作っていた砂糖というのは、いわゆる黒糖、岩蜜糖と、言われる絞った砂糖きびの汁をそのまま煮詰めて作った、砂糖で、これを岩蜜糖といって、まあ、今でこそこうミネラル分が豊富とか、まあ、栄養価が高いということで評価されるんですが、ただ当時求められていたこの分蜜糖ではない、岩蜜糖のままいってると。でもちろん分蜜糖に転換するためには、まあ、それなりなコストがかかるわけです。しかしながら当時沖縄の、砂糖生産というのは非常に零細であるがゆえに、それに、まあ、なかなか追いつけない状況にあったと。でさらに、同じ1895年に日清戦争の結果、台湾が、日本の領土化されます、まあ、植民地化されます。でその台湾がこの原料糖の主要な生産地へとなっていくわけですね。総督府主導の糖業振興であるとか、それから台湾各地にこう大型工場、まあ、上からの主導でどんどん作っていくわけです。でこれによって、まあ、領有から、約10年余りで台湾の生産量というのは確か10倍近くまで増えていたと思うんですが、まあ、飛躍的に増大して、台湾で作った原料糖を、国内の工場に輸入して、そしてそこで砂糖を生成するといったような形に変わっていくと。まあ、要は台湾が主な生産地と沖縄から台湾へと変わっていくわけですね。ちなみに今右に台湾の地図を載っけてるんですが、
こうやってやっぱり地図で見ると非常にこの特に八重山列島と台湾というのは近いんだなというのは改めて地図で見ると分かるかなと思います。特に与那国島から台湾が約110キロちょっとぐらいだったと思いますが、まあ、今でこそここにあの国境が、まあ、戦後引かれているわけですけど、まあ、当時、まあ、特に近代の沖縄の人々にとっては、まあ、非常に近くの特に八重山の人々にとってはですね、まあ、近くの都会と、まあ、いったようなあのイメージもあるのかなというふうに思います。こういった形で旧館温存期から大きく状況が変わってきた沖縄の里ですが、さらに追い打ちをかける出来事が起こります。そのきっかけとなるのが第一次世界大戦ですね。ただ第一次世界大戦が、まあ、行われている最中には沖縄空前の里バブルを経験しています。これはやはり第一次世界大戦という、まあ、人類が初めて経験した総力戦といっても過言ではないかもしれませんが、ヨーロッパの多くの国が参戦している中で参戦国のまあ経済であるとか生産というのは落ちていくと。でこれによって世界全体として砂糖に対するまあ供給不足が起きていく中で、まあ、沖縄の砂糖の価格というのも一気に上がるわけですね。ただ戦争によって発生したバブルなので戦争が終わるとまた通常の状態に戻っていきます。で終戦後だいたい1920年をピークに沖縄の砂糖価格10日は大暴落します。でさらにこれに1930年代の世界恐慌の煽りを受けて、まあ、一転して大不況の時代へと沖縄は入っていきます。ちなみにこの大不況結局は沖縄戦まで、ずっと続くことになるんですが、この大不沖縄を襲った大不況のことを、通称ソテツ地獄というふうに言っています。ソテツというのは、まあ、沖縄の伝統的な休耕作物なんですね。各地域にまあ植えてあるんですけど、で毒を持っています、ソテツは。ただ水溶性の毒なので、水で丁寧にアク抜きをすると一応食べられるんですが、まあ、この毒に当たって、亡くなる人も出ているといったような状況を、まあ、当時あのメディアを中心にですね、かなりこうセンセーショナルに伝えていて、そういった中でソテツ地獄という言葉が、まあ、このインパクトを持って伝えられたと。ただですね、ソテツでまあ、今でこそ毒があってで休耕作物でっていう風になんか貧しさとか食うに食えない状況の中で手を出さざるを得ず食べてたといった風に考えてしまうんですけど、ただあの近世の状況とか見ていると、王府から これくらいちゃんと植え付けておきなさいとか、特に地方では普通に食べてるわけですね、ソテツって。で、まあ、今でもあの奄美とか行くとソテツ団子とかって食べれるんですけど、そういった中でなかなかこうソテツ食べることに慣れていない都市部の人たちの感覚なんじゃないかなといったような見方であるとか、それから戦後のイメージっても強いのかなと思います。あの戦後だと芋と裸足っていうようなあの用語が出てきますが、多分芋と裸足とソテツって言った方が多分分かりやすいと思うんですけど、あの今の我々の感覚とか戦後できてきたような感覚の中でソテツを見るとやっぱり貧しさとかの象徴のように見えてくるんですけれども、でも多分当時の人たちの感覚からすると、ソテツを食べるってこと自体はそんなに特別なことでもない。ただまあやっぱり、この不況の中で、まあ、食うに食えない状況であったのは確かで、かつ、下の話に行きますが、やっぱり身売りとか移民が増加していきます。農村から男子の糸満売りで女子の辻売りと、糸満売りっていうのは糸満の漁村へ身売りするんですね。これはまあ近世紀から続いてきた慣習的なものなんですが、それから辻というのは辻遊郭のことですが、遊郭へのまあ身売りっていうのも増えていったと。でさらに、沖縄県内で食っていけないので、じゃあ人々は食いぶちを求めてどうするのかというと、例えば国内であれば関西や関東へのまあ出稼ぎ移民であるとか、もしくは植民地地域、まあ、台湾とか南洋群島へのまあ海外移民というのも増加します。まあ、特に南洋群島の場合は、日本人移民の約6割ぐらいが、沖縄出身者だったというふうに言われています。まあ、やはりあの、まあ、プランテーション的な、形で砂糖、まあ、南洋群島でも砂糖が、基幹産業になるんですが、まあ、低廉で、まあ、安い労働力としては安くて、かつ、砂糖生産に熟練しているといった点で沖縄出身者が重宝されたと。で、まあ、さらに沖縄出身者が多く人口を占めているという面もあって、
まあ比較的こう南洋群島って今でこそ例えばグアムとかサイパンとかってすごいなんか遠く外国っていったような印象がありますが、沖縄の 人たちからすると結構気軽に移民に行ける移民先といったような、まあ研究も出ていたりします。当時のまあ不況の状況だけではないんですけど、ちょっとここであのおすすめの作品と場所を一つあの紹介したいと思うんですが、まず左の写真はどこかっていうと名護市の薮というところがありまして、そこに今年の3月にですね、眉屋敷文学碑というのが建てられたんですけど、この眉屋敷って何かというと、上野英信さんという、まあ、あの福岡の炭鉱文学で、まあ、おなじみの研究者の方ですが、当時の言葉で言うと記録文学という言葉で表されるんですけど、まあ、今風に言うとオーラルヒストリーとかライフヒストリーみたいな形の本がありまして、そのタイトルが眉屋敷っていうんですけど、これはあの名護の薮に住んでいた、まあ、眉屋というのは、まあ、屋号ですね、沖縄の場合屋号で読んだりすることもあるんですけど、山の葉鶴さんという一人の女性と、まあ、その家族が主人、まあ、舞台になるんですが、あの、まあ、非常にこの近代沖縄社会の中でも仮想といいますか、もうとてもとても貧しい状況の中で、この主人公の山の葉鶴さんは、幼少期はですね、近くの、あの豪農といいますか、お金持ちの家に、奉公に出されていて、でお兄さんたちは、どこだったかな、メキシコの炭鉱にこう出稼ぎ移民に行ったりとか、南米にこう移民に行っていたりとか、でお姉さんたちも貧しいので辻遊郭に売られて遊女になっていて、で、まあ、鶴さんも後々にはこう、遊郭へと売られてといったような、この近代のもう本当に、まあ、最下層といいますか、あのこの貧しい状況の中で、どういったふうにじゃあ当時の沖縄人々は暮らし生き抜いてきたのかというところは、まあ、特に一つの家族を舞台にして見えてくる作品で、まあ、最近ですね、こういった文学碑ができましたので、ぜひぜひですね、あの眉屋敷読んだ上で、この名護市薮のですね、眉屋敷文学碑、ぜひ訪れていただければなとまあ思った次第です。で、この沖縄の蘇鉄地獄と言われる大不況は、一方で沖縄の救済と振興の経済振興の始まりを生み出すという中で、1920年代から30年代にかけて沖縄救済論というのがかなりこう活発に議論されます。枠上老人であるとか、それからまあ有名な研究者の伊波富裕なんかも、まあ、さまざまなこう沖縄救済論というのが出てるんですが、まあ、基本的にその課題として挙げられているのが、まず沖縄が砂糖に依存していると、それから輸入超過の状況にあると。外から生活物資とか食料を輸入に依存している状況にあると。それから国税支出が多すぎるとか、土地が狭いとか、もしくはそもそも県民意識に問題がある。まあ、ここはまあ議論の余地は多々あると思うんですが、県民の意識を改善しなければ今の状況は変えられないみたいな、まあ、見方によれば今の自己責任論にもね、なんか近いように聞こえてくるワードなんですけど、というのがまあ課題として挙げられていたと。で、これに対して解決策として、当時の救済論で提唱されていたのが、まず海外移民ですね。外に出ていくしかないと。それから産業構造のまあ改善。だからまあ東京に、砂糖に依存した状況をまあ一刻も早く改善しなければならないと。それからまあ国税負担を軽減してもらう必要があると。一定の解決策がまあ当時、盛んに議論されていたと。で、まあこれを受けてではないんですが、まあ県からの請願とかもありつつ、1932年には沖縄振興15年計画というのが帝国議会で、をまあ通過して、まあ、実際に進められていきます。で、この沖縄県振興15年計画はどういったことをやろうとしたのかというと、道路整備であるとか、それから産業基盤の整備など、まあ、基本的にインフラ面をまあ重視した経済振興政策になっていきます。そういう意味ではなんか沖縄版ニューディール政策みたいなあの印象もあるんですけど、まあ、結局その根本的な経済構造を変えるような振興計画ではなくても、やはりその道とかインフラ整備に重点的にお金を使うような形ですね。でしかしながら、この振興計画も満州事変後ですね、日本の国内経済が軍事経済と進んでいく中で、結局この計画は形骸化、
していき、結局執行予算の 50% 以下の執行率で区分化して、まあ、形骸化していったと。で、まあ、その結果として、まあ、沖縄の本格的な振興開発というのは、近代では結局成し遂げられなかったわけですね。これは戦後へと持ち越されていきました。で、まあ、そういった中では戦前にあったこの、沖縄の振興開発計画っていうのと、やっぱり戦後の振興開発計画っていうのは、まあ、ちょっとつなげて見ていく必要っていうのもあるのかなというふうに、まあ、これは今後の課題として提示しておきたいんですが、はい。で、今回の話から見えてくることを最後に喋って終わろうかなと思います。で、まず、すごい単純化して言うと、砂糖を、まあ、基幹産業とした沖縄と台湾をこう、まあ、対比させたときに、やはりその疲弊する沖縄と発展する台湾といったような、やっぱ、状況というのは、まあ、見えてくるのかなと。で、それから、経済不況の中で、ここが多分次の次回へとつながる話かと思うんですが、一番大きな出来事というのは、県外での生活というのが、沖縄人々にとっての生命線となると。要は、沖縄の内部で食っていけない、生活していけない状況の中で、例えば、関西、関東への出稼ぎであるとか、それから国外への移民が必要になるわけですね。ただ、そういった出稼ぎ先や移民での、今度は差別という問題に当たっていきます。要は、沖縄の言葉は琉球語を喋っている。で、それから沖縄風の、格好をしていたり、身なりをしていること自体が、差別視される。で、さらに、それは、偏見的な差別だけではなくて、本当に経済的な差別も、ついてくるわけです。沖縄人、琉球人なので、例えば部屋を貸さないとか、それから、沖縄出身であるがゆえに賃金が安くされるといったような、本当に差別的な待遇の問題というのは、本当に個別具体的に出てくるわけですね。で、これを改良していく上で、結局は必要となっていくのが、自分たちの言語を強制する。で、さらに自分たちの風俗を改良していくといったような、必要性が生まれるわけです。まあ、これによって、まあ、沖縄の同化というのが、まあ、より進んでいくといったような状況も見えてくるのかなと思います。で、そして、まあ、最後に少しだけ話しましたが、沖縄の、依存経済であったり、それから、まあ、振興開発の歴史の始まりというのが、この近代に、まあ、あるのではないかというか、まあ、あるわけです。で、そういう意味で、まあ、どうしても現代の問題を我々すぐ考えてしまうわけですけど、まあ、やはり近代とつなげて一旦考えて、見る必要も、近代とつながっているところ、つながってないところをこう分けしながら、まあ、考える必要があるんじゃないかというところでですね、今回の第3回の話は終わりたいと思います。それでは、皆様、今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。Thank you.